本塁に突入する走者と阻もうとする捕手野球は、2つのチームが攻撃と守備を交代しながら、各頂点に4つのベースを持つ、ひし形の区画において、得点を競い合うバットとボールを使うスポーツである。フィールド、野球場と呼ばれる、屋外球技場で行われる。野球のフィールドの概念図。野球は、2つのチームが攻撃と守備を交互に繰り返して、得点を取り合い、得点数の多いか少ないかに基づいて、勝敗を競う競技である。点数の多いチームが勝利を手に入れる。1チーム9人ずつで構成された2チームが、守備側と攻撃側に分かれ、守備側の投手が投げたボールを、攻撃側の打者がバットで打ち、設置された4つのベースを、反時計回りに進み、一周することで得点を得る。両チームは攻撃と守備をそれぞれ交互に9度ずつ行い、その間に挙げた得点の多さを競う。4つのベースは、それぞれ1塁、2塁、3塁、本塁という。なお、大会やリーグによって、ルールの細部に相違点があり、例えばあらかじめ定めた以上の一方的展開になった場合や気象条件等により途中で試合を打ち切るコールドゲームの規定。攻撃時に投手と呼ばれる、ポジションの選手の代わりに攻撃専門の選手を使う、指名打者制度の有無、審判員の人数等細かな違いがあり、大会やリーグごとに、それぞれの環境に最適と考えられる制度を採用している。ベースボールという名称は、4つのベースを使用するという特性を由来としている。なお、日本語の野球という名称は、明治期に、日本で、中馬光が作った和製漢語である。なお、日本国内において称される、合議の野球で用いられているボールには、硬式球、軟式球、準硬式球の3種類があり、使用するボールによってそれぞれ硬式野球、軟式野球、準硬式野球とも呼ばれ、それぞれ異なった競技である。なお、競技名、組織名、大会名などにおいて、単に、野球と称する場合、いわゆる、硬式野球を指すことがほとんどである。メジャーリーグベースボールでは、硬式野球が競技されているほか、日本でも、プロ野球や、社会人野球、大学野球、高校野球において、硬式野球が競技されている。軟式野球と準硬式野球はともに、日本で誕生した競技であり、主に、日本国内のみで普及しており、国際性は、ほとんどない。例として、野球発祥の地で本場とも呼ばれる米国において、ソフトベースボールなどと言っても通常一切通用しない。軟式野球は主に日本国内の少年野球や公立中学校の部活動、レクリエーションなどとして行われる。準硬式野球は運営組織を分類する上で、多くの場合軟式野球の一種として扱われている。野球が変化して生まれたものとして、フィンランドを中心に行われているペサパッロやソフトボールがある。特にソフトボールは、女性や子供、高齢者にも楽しめるような競技として、国際的に普及している。野球の起源は、明確にはされていないが、イギリスの球技であるタウンボールが、イギリス系移民によって、アメリカに持ち込まれた後に変化し、野球として形成されたと考える研究者が多い。1830年代から1840年代に原型が成立した後、主にアメリカの北部で盛んとなり、南北戦争を機に南部にも伝えられたことで、アメリカ全土において人気を博するようになった。19世紀後半を通じて、ルールに大幅な改良が加えられ、現在の形となった。1869年には、世界初のプロ球団である、シンシナティ・レッドストッキングスが設立され、1871年には、世界初のプロ野球リーグである、ナショナル・アソシエーションが設立された。このリーグ自体は5年で破綻したものの、1876年には、これを引き継ぐ形で、ナショナルリーグが設立され、MLB が成立した。この頃、日本を訪問したアメリカ人によって日本に野球が伝えられた。投手と打者の対戦2つのチームが攻撃と守備を交互に繰り返して、勝敗を競う。ルールは公認野球規則に基づいている。攻撃側は相手チームの投手が投げたボールを打って、一塁、二塁、三塁、本塁を回ることで得点を得る。守備側は相手チームの走者が本塁に到達しないように打者や走者をアウトにする。相手チームの選手を3人アウトにできれば攻撃に移ることができる。攻撃と守備の一巡はイニングと呼ばれる。1試合は9イニングからなり、得点の合計が多いチームが勝者となる。両者の得点が等しい場合は延長戦を行う、引き分けとするなど、ルール体系によって対応が分かれる。各チームの目的は、より多くの得点を得て、勝つことであり、公認野球規則 1.05 には、各チームは、相手チームより、多くの得点を記録して、勝つことを目的とする、と、明記されている。規則書に、勝つことを目的とすると明確に表記されていることは、野球のルールの際立った特徴の一つでもある。1チームは、選手9人と監督、コーチなどで編成される。試合にはそれ以外にも控え選手がおり、日本のプロ野球では16人、日本の高校野球では9人まで控えとして、途中からの試合出場ができる。しかし、一度交代により退いた選手は、その試合中は再び試合に出ることはできない。守備位置を変えることは可能である。野球を行うにあたっては、様々な用具が必要であるが、選手が野球を行う上で必要となる用具のうち、代表的なものについて述べる。詳しくは、各項目を参照のこと。軟式ボールと、硬式ボール2006年以降の、公認軟式球日本では、野球で用いられているボールには、硬式球、準硬式球、軟式球の3種類がある。バットは、滑らかな丸い棒であり、打者が投球を打ち返すための用具である。材質により、木製バットと、その他の素材のバットに分けられる。公認野球規則では、最大直径7センチメートル以下かつ、全長 106.7 センチメートル以下とされているが、少年用や女性用を除くと、実際の多くは、全長82から87センチメートル程度である。グラブやミットは、投球、打球、送球を受けるための革で作られた用具である。形状によってミットは、捕手用のキャッチャーミット、一塁手用のファーストミットの2種類があり、グラブには、投手用、二塁手用、三塁手用、遊撃手用、外野手用、ある程度まんべんなく使えるオールラウンド向けと、数種類に分類することができる。そのそれぞれについて、右投げ用、左投げ用、両投げ用が存在する。グラブは、どの形状でもすべてのポジションで使用できるが、ミットに関しては、捕手と一塁手の使用についてのみ、公認野球規則の 3.04、3.05 に、それぞれ規定されている。投手が着用するグラブについては、グラブ全体が一色であり、商標、マーク類は、白色、灰色以外であること、グラブに、グラブの色と異なるものをつけてはならないことといった制限がある。野球用の靴でスパイク部分は金属または樹脂を使用している。少年野球では危険なため樹脂製スパイクを使用している場合が多い。スパイク部分が取り外し可能なものもある。また、ピッチャーが利き足のシューズの先端に保護側をつけることがある。これは投球時、ピッチャーが後ろ足でマウンドを蹴りシューズがすり減ることを防ぐため。バッティングでも同じ現象が起きるためか、野手がこの保護側をつけることも多い。滑り止めの白い粉が入った袋。主にピッチャーが用い、マウンドに置いてある。打者が使用する場合もあり、ネクストバッターズボックスにも置いてある。同じチームの選手、監督、コーチなど競技に参加する者は、同色、同系、同衣装のユニフォームと野球帽を着用する。原則として、全員の背中には、背番号をつける。アンダーシャツ、ストッキング、ベルトは、同色での着用が必要。スパイクもユニフォームの一部に相当するため、チームで同色に揃える必要がある。プロ野球においては、プレイングマネージャーやベースコーチに立つ場合を除き監督がユニフォームを着ない場合がある。ボールが胸部に当たると心臓に負担がかかり倒れてしまうことがあるので、胸部の部分にパッドをつけることを推奨する。フェンウェイパーク野球に使われるグラウンドと付帯設備は、野球場もしくは球場と称される。4つのベースを結ぶ正方形内は内野と呼ばれ、またその形状からダイヤモンドとも呼ばれる。内野とコーチスボックス、ネクストバッタースボックスの距離は公認野球規則で決められているが、グラウンドの大きさについては球場によって異なる。内野は、規則上は正方形内と定められているが、慣習的には内野手が普通の守備行為を行う守備範囲も含める。日本においては、硬式野球使用かつ、プロ野球の試合で使用される野球場は、本塁より左右両翼及びセンターのフェンスまでの距離について、古い球場では、両翼90メートル、中堅120メートル弱の球場が多いが、1980年代以降に建設された球場では、両翼 99.1 から100メートル、中堅122メートルを基準としている。日本の野球場は、本塁から左右翼までの距離が等しい、左右対称の野球場がほとんどであり、現在の NPB12 球団の本拠地の中で、左右対称でない野球場は、マツダズームスタジアム、広島のみである。それに対し、MLB の球団の本拠地となっている野球場は、本塁から左翼、右翼までの距離が異なる、左右非対称の野球場が多く、39場のうち27球場が左右、非対称である。野球のポジションズ野球における、審判員は、試合の進行や、投手の投球、本塁における判定を、主に担当する球審と、各塁における判定を行う、塁審、必要に応じて外野に、外審を配置する。一般には、球審1名と、各塁の塁審3名の4人で審判団を作ることが多いが、重要な試合では、外審2名を加えて6人で審判団を作ることもある。試合によっては、塁審の人数が2名ないしは1名になることもあれば、球審だけで審判を行うこともある。MLB では2014年度より審判員に加え、ニューヨークにある映像センターでのインスタントビデオ判定を採用している。監督は審判員の判定に異議がある場合、1試合で2回まで要求することができ、7回以降は審判も要求することができる。また、NPB でも2018年度より MLB と同様にビデオ判定を行うリクエスト制度が導入されている。野球には数多くの戦略と戦術が生み出された。その一部を以下に記す。詳細は、それぞれの項を参照のこと。野球は、他のスポーツに比べて、豊富な記録、統計が取られることから、数値化に適したスポーツであり、19世紀以来、有力選手の各種記録が試合結果と同様にファンに楽しみを提供してきた。20世紀後半に入ると、それらの記録を統計学的見地から客観的に分析し、選手の評価やチームの運営、戦略を考察するセーバーメトリクスが提唱され、20世紀末以降、本格的に導入するチームが増加している。中でも、2000年代初め頃のオークランドアスレチックスが、ビリー・ビーン GM の下で、セーバーメトリクスを軸とした、低予算でのチーム運営によって黄金期を築いたことで広く受け入れられるようになり、この際ビーンが提唱した画期的な戦術は、ビーンの活動の様子を描いたノンフィクション書籍の名を取って、マネーボールとして認知されている。さらに、21世紀に入ると、軍事技術を応用したスタッドキャストやトラックマンといった計測機材、システムが導入されたことにより、より詳細で精緻なデータ計測、分析のほか、選手やボールの動きを数値化することで選手のプレーや能力そのものの改善につなげることが可能となっており、特に MLB において、プレースタイルや戦術の傾向の変化に大きく影響を及ぼしている。サイン盗み、第二次大戦後、中堅の観客席から望遠鏡を用いて、捕手のサインを盗み見、それをバッターに伝達するという手法が定着した。その後、スコアボードに潜んだ職員がサインを盗み、何らかのシグナルを送り打者に伝える形が生まれ、1970年代のインディアンスでは球場に設置されたチームロゴである先住民の目が開けば直球、閉じればカーブという形で伝達が行われていた。MLB、NPB、日本の高校野球などでもサイン盗みでトラブルになることがしばしばある。最近ではメジャーリーグでアストロズによるサイン盗みが大問題となっている。球団史上初の世界一に輝いた2017年から翌18年にかけてサイン盗みを行っていたとされており、すでに MLB が処分。球団はジェフ・ルノー前 GM とアージ・ヒンチ前監督を解雇したものの、昨年もまだ不正行為を続けていたと他球団の選手が指摘するなど、騒動は収束する気配がない。本塁でのクロスプレー捕手と走者の本塁突入をめぐるクロスプレーでは、選手の安全のためコリジョンルールが採用されるようになった。国際野球連盟を中心として、特に野球が盛んなアジア、アメリカをはじめ、ヨーロッパやアフリカにも、地域単位での連盟、協会が存在する。さらにその傘下に、各国の連盟、協会が設置されており、各国内のリーグ運営や活動を統括している。世界では主に、北米のアメリカ合衆国、カナダ、欧州では、オランダ、イタリア、中南米のキューバ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、メキシコ、プエルトリコ、ニカラグア、パナマ、オランダ領、アンティル、コロンビア、東アジアの日本、大韓民国、台湾などで盛んである。とりわけ、パナマ、キューバ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ニカラグア、台湾においては、事実上の国技として親しまれている。日本では国技と呼ばれることは少ないものの非常に人気の高いスポーツであり、野球用語が一般社会でも使用される様がしばしば見受けられる。特に昭和末期までは集客力、放送量、合計視聴数などで他のスポーツの追随を許さない数字を誇る突出したコンテンツであり、しかもその盛況ぶりが当時は世界中で米国との2カ国のみに限られていたという点でも特異な存在であった。アメリカ野球学会によると、ジャッキー・ロビンソンがデビューした1947年、アフリカ系米国人選手の割合は全体のわずか 0.9%。徐々に比率は増し、62年には 10.1% と、初めて1割を超えた。81年には、過去最高の 18.7% に上った。だが、その後は伸び悩み、2005年には 9.1% と1割を切り、昨期は 6.7% と、過去60年で最低に並ぶ数字となった。メジャーリーグでは、有望選手でも多くは、高校卒業後に、マイナー契約からメジャー昇格を目指すのが基本線。低所得者層のアフリカ系も少なくない中で、アメリカンドリームをつかむには、暗月給で移動も過酷な下積みを経験する、道のりが待っている。歴史日本へは、1871年に来日した、米国人、ホーレス・ウィルソンが、当時の東京開成学校余暇で教え、その後全国的に広まった。したがって、日本国内の野球の創世期の歴史は、そのまま、大学野球の創世期の歴史と重なっている。1903年に、米、サンフランシスコで、米、カリフォルニア大学バークレー校名誉教授、小畑千穂らによって、日系人野球チーム、富士クラブが誕生し、日米野球交流の礎が作られることになる。ベースボールを、初めて、野球と、日本語に訳したのは、第一高等中学校の野球部員であった。中馬高である。明治期の廃人で、1889年に、喀血して辞めるまで捕手として好んで野球をプレーした、正岡子規が翻訳したという俗説があるが、子規が、自らの幼名である、小にちなんで、野球という雅号を用いていたことが誤解されたものと、考えられている。ただし、式が現在にまで残る野球用語を数多く翻訳したのも事実であり、2002年にはその功績によって野球殿堂入りを果たした。野球日本代表は世界大会でたびたび好成績を残している。1996年のアトランタオリンピックでは準優勝、2006年と2009年の WBC では優勝した。アマチュアレベルでもIBFインターコンチネンタルカップで2回の優勝と5回の準優勝をしている。メジャーリーグベースボールでは、野茂英雄やイチロー、松井秀喜が活躍の道を開き、現在では、ダルビッシュ有、田中将大、前田健太、大谷翔平らが活躍している。なお、沖縄県出身のプロ野球選手の数は、片手で数えられるくらいだった。2010年頃から徐々に人数が増えた。沖縄は、出身都道府県別の人口割合で、プロ野球選手の輩出が、最も多い。アマチュア野球高校野球の試合日本では、社会人野球と学生野球がそれぞれ独立して運営されている。1990年に全日本アマチュア野球連盟が発足し、社会人と学生との間で日本代表チームメンバーの派遣調整に当たるようになったが、あくまで連絡機関であり上部組織ではない。硬式野球と軟式野球も互いに無関係な別組織の運営となっており、かつ、硬式、軟式それぞれにおいても、国内の全関連競技団体が統一的な組織にはなっていない。日本では、特に高校野球などのアマチュア野球において、いわゆるガラパゴス化が起こっていると見られており、それに伴う日本野球のレベル低下の可能性が問題視されている。その要因としては、トーナメント方式の大会様式、金属バットの普及、投手に対する球数、登板間隔無制限などが挙げられる。世界の青少年野球がリーグ戦中心で球数制限、登板間隔制限を行い、木製バットや反発係数の低い金属バットで野球をしている中で、日本の高校野球だけがトーナメント中心で球数も登板間隔も無制限の投げ放題で反発係数の高い金属バットを使用しているのである。例えば、台湾の高校野球は2004年から木製バットを使用している。韓国の高校野球では、以前は金属バットを使用していたものの2000年より木製バットへ変更された。日本と同様に金属バットが普及しているアメリカでも2012年から反発係数が木製バットと同じ程度になるバットのみ使用が許可されている。大量得点したチームが盗塁やバントをすることは MLB など世界の野球ではマナー違反、好ましくないとされるが、日本では大差でリードしていても攻撃の手を緩めないのは立派だと評する人さえいる。試合に出られない選手アメリカの少年野球チームは毎週のようにトライアウトをやっていますから、親はそれを受けさせて、新しいチームに入れます。私学の中には、試合に出られない野球部員を大量に抱え込む高校もある。それでも、大きな問題にならないのは、小中学校の段階で、試合に出られない選手が当たり前に存在しているからだ。実力がなければ、試合に出られないのは、当たり前という認識が、日本の野球界には重く横たわっている。歴史近況韓国では、青少年少女の人気スポーツとなっている。1982年の久保リーグは総観客数143万人だったが、2012年には700万人を突破し、2016年には観客動員数800万人超えを記録。動員数は、世界のプロスポーツリーグ上位10位以内に入っている。また、プロアマともに、数々の国際大会で好成績を残している。その一方で、競技人口自体は、さほど多くないのが特徴であり、それは、アマチュア野球の段階で行われる少数精鋭化が要因である。ヨーロッパでは、各国で、サッカー人気が根強いため野球がことさらに取り上げられることは少ないものの、欧州野球連盟には39カ国が加盟しており、その中でイタリアとオランダ、ドイツの3カ国では、プロリーグが存在している。オランダ王立野球、ソフトボール協会は、野球の問題点を明らかにするためにアンケートを行い、他競技に比べ、運動量が少ない、専用のグラウンドが必要である、ルールが複雑である、人数を集めるのが大変など数多くの課題が上がり、これらの課題を解決するために野球をより簡略化した、スポーツ、Bボールを考案した。オーストラリアでは1850年代にアメリカ合衆国から近郊に来た交付により野球がもたらされた。1989年に最初のオーストラリアンベースボールリーグ EN が発足したが11年で終了した。その後2010年から MLB 機構も支援する形でオーストラリアンベースボールリーグが発足している。アフリカではオーストラリアと類似した遠隔を持つ南アフリカで、比較的早く野球がある程度の広がりを見せたが、それ以外の地域については普及途上である。詳細は、アフリカの野球を参照。映画、打撃王の広報用写真。当時、人気が最高潮に達していたゲリー・クーパーが、ルー・ゲリッグを演じ、彼の代表作の一つにもなった。1909年に発売されたホーナス・ワグナーのベースボールカード T206 ホーナス・ワグナー。入手が困難で希少価値が高く、2007年にベースボールカードとしては史上最高額の235万ドルで落札された。アメリカでの野球人気は中長期的に低落傾向にある。ギャラップの世論調査によると、1960年には最も人気のあるスポーツであったが、1972年にはアメリカンフットボールに抜かれ、2番人気に転落した。2013年には1番人気のアメリカンフットボールに対し、3倍近いポイント差をつけられている。伝統的に国民的娯楽とみなされていたが、2015年のブルームバーグの世論調査によると、アメリカ人の 67% がアメリカンフットボールを国民的娯楽とみなしている。一方、野球は 28% に甘んじている。ワールドシリーズの全米視聴率は2012年には史上最低の平均視聴率を記録したが、2016年は第1戦から高視聴率を記録。第7戦では視聴率 25.2%。総視聴者数4000万人に達しており、ここ25年間で最高を記録している。また、視聴率調査大手のニールセンによると、2015年時点での野球の視聴者は55歳以上の割合が 50% であったが、その10年前の2005年は 41% であったことからも高齢化は顕著である。MLB のポストシーズンゲームの視聴者の6歳から17歳の若年層が占める割合はここ10年で 7% から 4% まで落ち込んでいる。ESPN の若者が好きなスポーツ選手トップ30にも初めて野球選手が1人もランクインしなかった。スフィアの調査によれば2009年の6歳から17歳までの野球人口は701万2000人であるのに、対し、2014年では671万1000人となっている。また、この調査によると、アメリカンフットボールやバスケットボールといったメジャースポーツも競技人口が減少しており、ラグビーやラクロスといった今までアメリカではマイナーとされてきた競技が競技人口を増やしている。MLB では観客動員が特定の球団では激減し、MLB 関係者は危機感を募らせている。近年は、北米4大スポーツの他の競技の人気向上、競技人口増加によって、市場占有率を奪われつつある。そんな中で、MLB は2017年には、約7316万人を動員。競争が厳しい中、なんとか横ばいの数字を維持してきた。日本太平洋戦争前から1950年代前半までは、プロ野球よりも東京6大学野球などに代表される学生野球の人気の方が高かった。1950年代後半に読売ジャイアンツの長嶋茂雄や王貞治といったプロ野球選手が国民的な人気を得ると、プロ野球が6大学野球に変わり、1990年代前半までの野球人気を担った。1995年に近鉄バファローズのエース投手だった野茂英雄がロサンゼルスドジャースへ移籍して、ある一定の成功を収めると、これに橋を発して次々と日本国内の人気プロ野球選手たちが MLB へと移籍し、本格的な日本人選手のメジャーリーグ挑戦が始まった。それに伴い、主に NHK の衛星放送などで盛んに日本人選手の出場する MLB の試合が放送され始めた。またワールドベースボールクラシックにおいて日本が第1回大会から2連覇し、各試合で高視聴率を記録した。日本国内の主要な野球大会は古くから国内の大手新聞社が主催者となっていることが多かった。例えば、選抜高等学校野球大会、社会人野球日本選手権大会、都市対抗野球大会は、毎日新聞社の全国高等学校野球選手権大会は、朝日新聞社の主催である。プロ野球の球団でも、読売ジャイアンツの親会社が、読売新聞グループ本社、中日ドラゴンズの親会社が、中日新聞社であるほか、東京ヤクルトスワローズは、産経新聞社を保有する富士産経グループと密接な関係にある。そのため野球は他のスポーツ競技と比較してもマスメディアへの露出は群を抜くこととなり、結果として日本国内における野球人気は飛躍的に向上した。その反面、マスメディアやスポンサー企業からもたらされる放映権料やスポンサー料などによって大会の主催団体や一部の球団は、莫大な収入を得ることになったため、各組織の肥大化を招き、そのことが、他のスポーツ競技団体に見られるようなピラミッド型の、統括組織を現在でも形成できず、他競技で見られる、指導者のライセンス制度が存在しない一因にも、なっている。加えて、読売ジャイアンツをはじめ日本国内において、絶大な人気と資金力を背景に持つ、特定の球団が球界内で大きな発言権を持つこととなり、球界内の重要な方針や制度構築などにおいて、それらの球団の意向が大きく反映されてしまうなどの弊害も起きていた。ただし、地上波でのプロ野球中継は2000年代中盤からは視聴率が低迷しており、地上波全国ネットでは放送の削減が進んでいる。ラジオでも2017年に、キー局の TBS ラジオが放送から撤退し、以降キー局及び、本拠地のない地方局では、野球中継を削減する傾向が見られる。それに加え、スポーツ志向の多様化、巨人自体の人気の低下などにより、巨人の発言力は、相対的に低下している。また、巨人戦のみならずオールスター戦や、日本シリーズも放映権料が下落しており、スポンサー収入の面でも大きな打撃となっている。その一方、プロ野球チームを本拠地に持つ地域での地上波ローカル中継や、試合開始から終了まで放送する BSCS、インターネットでの放送も増加傾向にある。2010年には、史上初めて日本シリーズの地上波中継が3試合なくなった。日本テレビ副社長の舛方勝弘は、割り切って言えば BS の普及のためにはいい。野球は BS のソフトとしては強力になってきたと話し、働き盛りの人は午後7時台に家に帰っていない。そういう状況で地上波では数字が取れなくなってきている。試合開始からじっくり見る団塊世代の人は BS で見ていると見解を示している。しかし、報道量上位7競技の中では、プロ野球の比率が非常に高く、依然として、その報道量は多い。特に、スポーツ新聞の一面を占める割合は高い。日本の高校野球では、特に、阪神甲子園球場で毎年8月に行われる、全国高校野球選手権大会が、夏の風物詩として定着しており、時に、荒木大輔、松坂大輔、斎藤佑樹などの社会的関心を浴びるまでの高校球児が出現することもある。また、選抜高等学校野球大会が NHK で、全国高等学校野球選手権大会が NHK 朝日放送の地上波 BS 放送により、全国に中継されている。2007年は、早稲田大学に進学した斎藤佑樹の効果もあってか、東京六大学野球の試合の放送が一時的に増加した。阪神ファンの風船を使用した応援試合は、イニング制を採用している。サッカーやバスケットボールのような時間制ではないため、試合の展開により試合時間に大きな幅があるが、おおむね1試合2時間から3時間程度である。2010年までの日本のプロ野球においては12回で決着がつかなければ引き分けにしていた。しかし、2011年に東日本大震災が発生しその影響により、試合開始から3時間30分以内で決着がつかない場合は引き分けとなりこのルールは2012年シーズン終了まで採用された。なお、2013年シーズンより元の12回で決着がつかなければ引き分けるのルールに戻った。MLB や NPB などのプロリーグでは年間140試合を超える多数の公式戦を行うことで大きなビジネスとなっている。アメリカではファウルボールが観客に直撃するアクシデントが立て続けに起こっている。ファウルボール訴訟が多発しているが、危険があることをあらかじめ承知してスタジアムに来るとして観客が怪我しても球団側は免責されるケースが大半である。観客席以外でファウルボールによって負傷した場合は訴えが認められることがあるが、基本的には裁判しても勝ち目はない。日本プロ野球の観客動員数は2015年途中時点で、読売ジャイアンツ以外の11球団が前年比で増加した。また同年オリックスバファローズ、広島東洋カープはシーズン途中時点で史上最多の観客動員数を記録したほか、同年シーズンの総観客数がセリーグが1351万900人、パリーグが1072万6020人と、いずれも実数発表となった2005年以降で最多を記録。2016年にも交流戦の観客動員数において、過去最多となる1試合平均 29,447 人を記録する。以降も NPB では観客動員数の増加が見受けられており、地元密着を主眼とした各球団の企業努力の成果とする向きもある一方で、その実態はあくまで各フランチャイズ地域内でのリピーター増加を意味するものであり、球団がない地域を含む全国的な野球人気向上にはつながっていない、新規のファンは増えていないとする調査、分析もある。野球観戦における日本独自の文化としては、応援団主導の楽器や応援歌を用いた、いわゆる、鳴り物応援が、プロアマ問わず定着していることが挙げられる。起源については、様々な説があるが、プロ野球においては1970年代の、広島東洋カープが、選手に対する個別応援歌を用いての応援を、始めたとされる。ただし、日本独自の文化として肯定的に取り上げられる、一方で、妨害行為、迷惑行為であるなど、否定的な意見も少なくない。台湾では1990年代後半から野球賭博や八百長が多発したことから、特にプロ野球の人気が大きく低下。チーム数も1997年の11球団をピークに減少し、2009年には創設時と同じ4球団となったが、2019年6月24日に、アジゼンドラゴンズが加盟し、5球団に拡大した。韓国では、青少年少女の人気スポーツとなっている。1982年の久保リーグは総観客数143万人だったが、2012年には700万人を突破し、2016年には観客動員数800万人超えを記録。動員数は、世界のプロスポーツリーグ上位10位以内に入っている。ただし、その人気、実力に対して、国内の競技人口は、比較的、少なく、日本が、高校硬式野球部加盟校4021校、部員数168,898人であるのに対し、韓国の高校野球部は67校、部員数は約2,400人である。もっとも、この傾向は野球に限ったことではなく、韓国には日本のような趣味的要素を含む部活動がほぼ存在せず、アマチュアの段階で少数精鋭化が行われるのが要因であるとされる。少数精鋭によるエリート教育はいわば韓国の文化であり、実際にプロアマともに数々の国際大会で好成績を残しているなど、一定の成果を上げてはいるものの、裾野を狭めるメダル至上主義であるといった批判もある。日本における野球は、実際に参加するスポーツというよりは、観戦スポーツとして楽しむ人が多い傾向にある。レジャー白書2005によると、2004年時点の野球、ソフトボール用品に対する出費は990億円である。球技スポーツ用品に対する出費6640億円の 15% を占めている。クラブ、同好会の形で楽しむスポーツとしては一定の地位を占めている。内閣府による体力、スポーツに関する世論調査では、クラブ、同好会に加入している男性のうち 22.7% が野球クラブ、同好会に加入しており、2位のゴルフ、5位テニスよりも多い。ただし、女性は5位までに含まれていなかった。文部科学省の我が国の体育、スポーツ施設によると、職場スポーツ施設においては、全8286施設のうち 13% を野球場、ソフトボール場が占め、内閣府の統計と合致する。日本では伝統的に野球が盛んだが、中学生の野球チームに所属する少年の数は2009年から14年までに 28% 減少したことが公式統計で明らかになった。全日本軟式野球連盟の小学生の軟式野球登録チーム数を見ても、2010年に 14,824 チームから、2014年には 12,663 チームまで減少し、高校野球においても、硬式野球の全国の野球部員数は1997年の 142,201 人を、そこに一旦は増加に転じ2014年には、史上最多となる17312人に達するも、同年を頂点に、再び前減傾向にある。軟式に至っては、1990年度の 19,915 人を頂点に、右肩下がりの減少を続け、2016年度の部員総数は1990年度のほぼ半数の人数にまで減少している。1886年、アメリカでは、タバコのおまけとして野球選手の姿を描いたカードであるベースボールカードをつけることが流行した。以後、ベースボールカードはトレーディングカードの一分野として人気がある。パチンコやスマートボールに野球の要素を取り入れたボードゲームに野球盤がある。日本ではエポック社が1958年より生産、販売し続けている。1960年代の日本では、千葉哲也、近井の魔球や梶原一騎、巨人の星が講師となり、少年漫画の一ジャンルとして野球漫画が流行した。1970年代には、水島新司、ドカベンが、1980年代には、足立満、タッチが、2000年代には、森田正則、ルーキーズなどがそれぞれ人気を博し、アニメ化や、実写映画化がなされている。アメリカでは映画のジャンルとして野球映画が継続して制作されている。1942年公開の打撃王はアカデミー賞を受賞している。この他には1984年公開のナチュラルと1989年公開のフィールド・オブ・ドリームスもそれぞれアカデミー賞にノミネートされている。アメリカンフィルムインスティチュートがAFI アメリカ映画100年シリーズの一環として選定したスポーツ分野のアメリカ映画トップ10では打撃王が3位、さよならゲームが5位にそれぞれランクインしている。また、頑張れ、ベアーズやメジャーリーグなどは何度も続編やリメイクが制作されている。1983年に任天堂からファミリーコンピュータが発売されると、同年のうちに野球を題材としたゲームソフト、ベースボールが発売され、人気を博した。以後、日米でプロ野球ファミリースタジアムシリーズや実況パワフルプロ野球シリーズ、MLB ザ・ショーシリーズなどの野球ゲームが継続して生産、販売されている。野球の試合結果を利用した賭博が一部の人間の間で行われている。そのほとんどは野球界とは無関係な人間によるものだが、野球界自身の人間も関わっていることが判明した事件もある。その一部を以下に記す。ありがとうございます。